だいま、ティミ。おかえりなさい、クラーラさん。ティミ、門を開けて。スバローグに会いたいの。部外者検出、通過させますか？大丈夫だよ。みんなクラーラのお客さんなの。命令受信。門を開放。ようこそ、クラーラさんのお客様。その、できればスバローグを怒らせないでくださいね。安心してクラーラちゃん、うちらはちゃんと合理的に話すから。話し合いはあんたたちに任せるわね。私はそういうの苦手なの。ロボットと話し合うなんて初めての経験。準備はいいか？これで万全だ。できればスバローグを怒らせないでくださいね。安心してクラーラちゃん、うちらはちゃんと合理的に話すから。話し合いはあんたたちに任せるわね。私はそういうの苦手なの。ロボットと話し合うなんて初めての経験。準備はいいか？
ただいま、スバローグ。集落のエネルギー供給システムが復旧したようだ。感謝する、クラーラ。だが、なぜこの者たちを連れてきた？スバローグ、この人たちは上層部のことについて相談したいんだって。分析開始。分析結果、対象は遅延に属さない。背景不明。分類情報なし。クラーラの紹介に免じて発言の機会を一度与える。ねえ、話し合いに応じてくれるみたい。ほら、あんたの巧みな話術の出番だよ。平和を求める。理解。だが、それはあなたたちの一方的な言い分である。私の態度については、あなたたちとの交渉の結果を見極めてから決める。本題に入ろう。この世界の貴重な時間を無駄にするな。あんたの発言を全部突っぱねたよ、こいつ。自分の足を自分で引っ張るな。俺たちが計算上の変数であることを納得させるんだ。正確。データベース検索。アクセスブロック。無許可で正確について話すこと禁止。あなたたちは世界の封印された秘密に触れた。この秘密を知っている人はいない。目標状況の再評価。脅威指数上昇。真の目的を告げよ。やはり彼は性格を知っている。だがこの話題は危険だ。ここまで来て隠す必要があるわけ？こいつにはっきり言いなさいよ。全てはこの瞬間にかかってるのよ。記録の中で人類は性格との接触を何度も試みている。彼らは必ず人間の私欲のためにその物質を使おうとした。検証者命令。正確に接触しようとすれば深刻な結果を招くことになる。再評価。目標脅威指数最高に到達。どうしよう、なんかまずくない？あなたたちが例外である根拠はない。元来の計算結果を維持。平和維持プロトコルの一時解除。殲滅プロトコルの開始を申請。交渉決裂だ。美月、
戦闘に備えろ。スバローグ、やめて。クラーラ、ここを離れろ。クラーラ、危ない。どこかに隠れて。結局はこうなるのね。プロトキ3号、監督ロボットスバローグ、殲滅プロトコル申請状態、通過済み。殲滅を許可。盛り上がってるじゃん。もっと叫びなさい。うちの出番。動かないでね。今祝福してあげるから。己を解き放つ準備はいい？反抗も陽動も霊落も全部。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無意企画。ふっ、はっ。殲滅し、逃がさない。システム実行。殴ったのね。まったく、お医者さんがいないと安心して戦えないでしょ。みんな戦闘に専念してちょうだい。私がすぐ後ろにいるから。なんだ、どうしてここに？何を言っても無駄な気がしたので奥の手を用意しておいたのです。散歩、やっぱりあんたが。遅延武装員の侵入を多数確認、状態計算中。すべて危険度高、全員殲滅する。討伐開始。計算中。下手に動くな。準備はいい？反抗も陽動も霊落も全部。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無意企画。ふっ、はっ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。ふっ。破るためにある。一撃で沈める。下手に動くな。
動かないでね。今祝福してあげるから。盛り上がってるじゃん。もっと叫びなさい。前進。限界地長官。殴ったね。変数評価中。どけ。騒ぎを起こしたくはない。うちに出くわすなんてついてないね。うちがいるんだから負けないよ。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。ふっ、はっ。こっからが本番だよ。私のリズムに乗れ。争いに意味はない。己を解き放つ準備はいい？反抗も陽動も霊落も全部計算中。殴ったね。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。減速完了。逃がさない。始めようか。次は誰？
どけ。騒ぎを起こしたか。せい。はっ。ルールは破るためにある。楽にしてあげる。殴ったのね。システム実行。逃がさない。即戦即決で行こう。盛り上がってるじゃん。もっと叫びなさい。増援。限界値超過。変数強化中。迷っている暇はない。生死虚実、一年の間なり、同天元気、聴無一角。ふっ、はっ。家族。もう強がらないで。知っていることをみんなに教えて。檻の外の世界があまり良くないと分かっていても、人はそれを知りたいと願う。
化システム再起動中。再起動成功。変数切り替え。変数1、クラーラの願い。変数2、外から来た者の動機。評価結果更新。決定権を部外者に移行。性格関連情報へのアクセスを可能にする。これって成功したってことかな。彼のメモリーに性格に関するデータが残っているといいんだが。これで終わりなの、ナタ。私たち遅延、それから仮想部は勝ったの？違うわ、ゼール。私たち、そして彼らの戦いは始まったばかりよ。やっと、やっとこの時が来た。してるの？緊張というよりはなんだか胸がひどく痛い気がする。明らかにして、そばで聞いてるから。性格に関するデータと音声記録の整理終了。すぐに閲覧するか、部外者。データベース呼び出し要求。ナンバー13175。暗号化レベル最高。データ呼び出し完了。再生開始。目の前にあるのが長年の研究成果でございます。
守護者様。証拠から見て、いわゆる性格が全ての災いの根源だと確定しています。このような結果を国民が受け入れることは難しい。博士、偉大なるアリサランドこそがこれを起動させこの世界を寒波で覆った張本人だと知られたら。真実は、守護者様、真実は大勢の人の考えで変わるものではありません。あなた様の目の前にある研究報告はベロブルグの最も優れた学者たちの努力の結晶であり、その権威を信じなければなりません。博士、私はあなたを疑ったことはない。むしろあなたたちが得た結果を深く信じている。この地位に着いた瞬間から、あの声、彼らの声が脳裏にこびりついて離れないのだ。あなたに言うべきではなかったな。研究の話に戻ろう。博士、これらの研究を人々に公開することは私には不可能だ。もしくは、もしくは何です？おっしゃってください。もしくは、あなたたちが性格を完全に破壊する方法を見つけない限りは無理だ。わかりました。孫悟の名のもとに必ず使命を全うします。1、3、1、7、5、再生完了。続いてデータナンバー2、4、8、3、0。わかりません、博士。なぜ貴重な研究成果を隠すのです？あれはあなたが心血を注いだものなのに。彼女は私たちよりずっと深く考えておられる。全ての選択はベロブルグの安寧のためだ。私はただ残念です。私たちの研究が停滞し、あなたの成果が闇に葬られることになったのですよ。残念に思う必要はない。君にはまだ時間がある。いつか君が性格を破壊する方法を見つけたら、私たちの努力は無駄にならない。2、4、8、3、0。再生完了。続いてデータナンバー5、7、6、1、4。
ません。どうしてここにロボットがいるのだ。ミア・シャイマー博士が生前に利用していた個人的な護衛ロボットです。プロト機が対戦時から今まで残っていたのでしょう。博士と彼の助手が死んでから手つかずのままここにあるようです。必ず博士の研究成果を全て見つけるんだ。見つけました。守護者様、全ての文献がここにあります。いいだろう、切り上げるとしよう。守護者様、このロボットどうなさるおつもりですか。ああ、壊すにはもったいない。システムをリセットして下層部に置いてこい。開拓団が自衛機能を持つロボットを必要としているらしい。
7 6 1 4、再生完了。データ開示終了。これで真実が明らかになったんだよね。それから今の状況を見るに、彼らが成功することはなかった。今残る疑問は一つだけだな。なぜカカリアは急に考えを変えたのか。ブローニャ、大丈夫？大丈夫、ただ少しクラクラするだけ。お母様、どうして？いや、きっと知らなかったのかも。だって自分を騙すのは終わりよ、ブローニャ。選択する時が来たの。こっちで話できるかしら。この情報を消化するのに時間が必要なのはわかるけど、それでも次の計画を早く決めなければならないわ。地上に続く道は今目と鼻の先にあるわ。ありがとう。君たちのおかげで仮想部に新たな希望が芽生えた。今はこの希望の光が生き延びる機会につながるのを願うのみよ。今回は散歩に感謝して。彼の情報のおかげで大事な時に間に合ったのよ。遅延のボスとして君たちが仮想部のために戦っているのを黙って見ているなんてできなかったの。え？つまり医者のナターシャが遅延のボスだったってこと？じゃあオレグさんは。オレグ、彼には長い間私の代理として仮想部の表面的なことを処理してもらっていたの。彼の勤勉さのおかげで仮想部の人々の生活を改善する時間が生まれ、人々をなるべく路上で飢えさせないようにすることができた。一方で私はスバローグに対して反乱の計画を立てていたの。君たちが現れたことで私がずっと温めてきた計画も必要なくなったわ。本当にありがとう。仮想部が再び自由になった時、人々は君たちを英雄のように称えるでしょうね。スバローグが炉心の封鎖を解いたとはいえ、地下の人たちはまだ上層部に突入することはできない。あの冷酷な大守護者は嘘と策略で上と下を分けた。もし地下の変化を知ったら何をしでかすかわからないわ。知恵には勢力を養い力を蓄える時間がもっと必要よ。もちろんそれはよくわかっているわ。だから
私の最も信頼する人を君たちに同行させるわ。セール、君たちの前では態度に出してないのかしら。彼女は一緒に行動したいと私に強く願う姿を見せてくれたわ。ゼーレは普段は無頓着に見えるけど、彼女の心の中には鏡があって、全ての善悪をよく理解している。それに偵察が得意で、頭の回転が速く決断力もある。きっと力になるわ。加えて君たちにはブローニャもいるでしょ。スバローグから得た情報は彼女にとって大きな衝撃だったようね。でもゼーレがそばにいるから必ず立ち直るはずよ。そうだ、君たちずっと休んでいないわよね。リベットタウンから帰ってきてスバローグに会うため奔走してたし、ずっと忙しかったんじゃない？体は革命の資本よ。ここで体調を壊したら元も子もないわ。スバローグと炉心は遅延に任せて、君たちは戻ってよく休みなさい。運が味方をしてくれれば明日には上層部に行けるわ。地上の冒険は厳しいものになるわ。彼らには何もしないわ。スバローグは確かに炉心を封鎖していたけど、彼は常に流浪者に避難所を与えている。それは正しい行為だもの。庇護を必要とする帰る場所のない人が地下には数多くいるわ。でもひとたび拠り所を失えば、彼らは生き残るためにどんなことでもする。スバローグが元に戻るまでこの人たちの世話は遅延が引き受けるつもりよ。そう驚かないで。ボスと言ってもみんなに案を提供しているだけよ。リベットタウンを覚えてる？烈海側の町を侵食し始めた時、私たちは何の備えもなく家を守る術を持っていなかった。ボルダータウンに逃げてきてから決めたの。同じ悲劇は繰り返さないとね。だからオレグたちを集めて初期の遅延を設立した。それから遅延の規模はどんどん大きくなったわ。正直なところこんな日が来るとは思っていなかったけどね。あれも私よ。患者を前にした時の私の別の一面ってところね。身分とは仮面のようなものなの。人は自分の身分を変える時、世間に見せるイメージも変えるわ。でも胸に秘められた思いは変わらない。状況が完全に安定するまで軽率な行動はせず、木が熟すのを待つわ。10年以上にわたる封鎖は下層部に壊滅的な打撃を与えた。
炉心の封鎖は解放されたけど、まずは必要な資源を補充し、みんなに一息ついてもらうことが先決よ。自衛は決して野心的な組織ではなく、全ての地下の人々のためにあるわ。通路のか、ここでのことは一段落したから、今のうちに休むのよ。どうですか？今胸にあるのは勝利の快感、それとも九死に一生を得た喜びでしょうか？この三歩への感謝の気持ちは必要ありませんよ。僕たちの仲じゃないですか。報酬を支払ってくれればね。
皆さんがトラブルに巻き込まれるのは分かっていたので、早めにオレグさんに応援を頼んだのです。賢いと思いませんか？僕の任務はスバローグのアジトまで連れて行くでしたから、任務を果たした後何をしようと僕の勝手ですよ。僕は追加サービスを提供したまで、僕たちの中でなければ追加料金が必要でした。もう一つアドバイスを。リスクの高い取引をするとき、賢い商人は予備プランを用意する。予備プランの予備プランもです。ボス？ええ、もちろんです。これまで遅延がしてきたことを、あの熱血な田舎者たちだけで成し遂げることができたと思いますか？オレグさんがダメなわけじゃありませんよ。彼は汚れ仕事をこなすのが上手です。ただ遅延にはナターシャみたいな裏で暗躍する黒ボスが必要ですなんと、それは大きな誤解ですよ。僕はただ他人が戦っているのを見るのが大好きなんです。人の争いほど面白いことはありませんよ。そんな歯の浮く言葉は必要ありません。僕みたいな商人は感謝の言葉が一番嫌いです。全部感情抜きの商売ですから。冗談ですよ。この散歩いつでも喜んでお手伝いしますよ。スバローグ大丈夫？まずは言語モジュールを直すね。強化中。言語モジュール正常に機能。感謝するクラーラ。記憶モジュールは大丈夫？クラーラ、できることは何でもするよ。記憶モジュール検索開始。検証者機械時代の記録、問題なし。防衛戦争時代の戦闘データ、問題なし。地髄開拓団時代の記録、問題なし。クラーラが自流ミニボーリングを作成した記録、問題なし。クラーラが人間の寝坊という行為について説明する記録、問題なし。記憶モジュールは大丈夫みたいだね。クラーラに関する記録はバックアップを作ってある。心配する必要はない。寝坊に関する記憶も？バックアップを複数準備済み。いつでも呼び出せる。スバローグ、少しだけ削除していいかな？執行不可。クラーラに関する記憶は重要なデータであり、完全に保存する必要がある。私にとってこれは家族との記憶である。クラーラ、分かったよ。スバローグ、他のモジュールも確認したいから後ろを向いてくれる？大
者は輝く恒星のように民の道を照らす必要がある。日が沈んだ後、守護者は暖かな焚き火のように民の心を慰める必要がある。私が長年従ってきたことは全て嘘だったの。あんたは誰かに相談すべきよ。いつまでも辛気臭い顔をするのはやめて。他人と気持ちを共有できないわけでもないのに何を拗ねているわけ？自分は地位が高いし人前で弱みを見せたくないとか思って悩みを内に秘めているのかしら。ここは上層部じゃない。企みとか規則はないわ。どんな悩みでも大声で言えばいい。私は先に頭の中で整理したかっただけ。歴史の断片、私が学んだこと、それが今頭の中でごちゃごちゃになっているの。私今何を信じればいいのかわからない。違う、あんたは何をすべきかもう理解しているわ。あんたはずっと嘘の中で生きてきたわ、ブローニャ。今こそその檻を破るチャンスよ。